ミュン。ミュン。何この怖い音楽は。どっから聞こえてくんのこれ。あ、めっちゃ怖いんだけど、この音何？はぁ、アドベンチャーやろう。フェアリーナは我を崇めるサムライソーどもの訓練係だ。つまり、非常に重要な仕事をしておるのだ。邪魔するでないぞ。レクサー、バーサス、グランドウィドウ、フェアリーナ。今日は全くミルログ、やる予定がありません。ちょっと今日は、ちょっとね、アジアのアドベンチャーをやります。砕くためだけに。ミルローグ教の方には大変申し訳ありませんが、ちょっとね、今日はね、さっくりとね、こんばんは、そう、これ先にどっかに書いとこう。ミルローグ今日ありませんって。俺、ミルローグはちょっとね、心を、こんばんは、めちゃくちゃ挨拶するな、みんな。ほんと、育ちの良さがわかるね。今日はね、もしかして、何かの、ミルローグをもしかして期待しているかもしれない。でも今日は、ミルローグありませんごめんなさい。これだけ打っとけば。あ、なんでお前も、そ、もうちょっと場所考えろよ。あ、いや、ここでいいわ。あ、違う、ここか、ここでいいや。これでわかんだろ。そう、砕くためだけに、ちょっと今日は。終わったよ。いや、ちょっとアジアの、ちょっと。あー、むちゃくちゃ強いんだけど。こいつどうやって倒すの？なんか相手の手札1枚ごとに、あ、そういう相手なんだ。あー、そういうことね。ハクハク。何これ。勝てないじゃん、これ。土星さん風。何、土星さんって。でもこれ勝てないんだけど。ゲームは。こいつのヒロパ強すぎだろ。テンポメージとか手札を使う。何この相手。この相手だと強すぎてびっくりしちゃってるんだけど俺。これ次のターン勝てんだろ、ハンターだったら。どこ、いつは化け物か。あ、でもほんとハンター強いな。これでだってじじっちゃうんでしょ。なんという強さだ。こんばんは、みんな。ごめんなさい、今日ちょっと、私が、特にね、いや、この前さ、昨日もミルローグで大敗を喫してさ、で、その動画を一応ね、YouTube に上げてさ、そしたら、ものすごいいっぱいね、俺今までにないぐらい、いいねのね、こう、サムズアップがいっぱいついたんだけどさ、
なんつんだろうな、やっぱりそのうちの一つでね、なんかプレイが下手すぎて腹立つみたいなのがあってさ、俺もうね、ちょっと心が痛んでる、俺、あのコメント見て。もうね、俺、あのコメントで心が、せやなって、そうなんだよなって思いながらもね、ちょっと心が痛んでるんで、ちょっと今日は、今日はね、もう少し軽めにね、軽めに遊ばせてもらえればなと。これ何？ランダムな敵のミニューだよ。なるほど。苦痛なき死に誘うであろう。やっぱり今日。おお。すいません、今日はね、私がアジアサーバーで活躍。ちょっとアジアサーバーをちょっとね、充実させようとしてるのには、まあね、理由がね、まあ、あって、ミルローグに本当にこう、心が折られそうになった時に、アジアサーバー逃げ込んで、もうちょっと別のデッキを遊ぶために、ちょっとアジアの、資産を作りたい。今日俺、あら。捕らえられたプレイヤーを何と呼ぶか知っておるかね？絶望だ。まあ、ゲームこの前ロールやってたんだ俺一瞬。危ねごめんなさい。嘘2つも3つも4つも今嘘を重ねていました。謝罪します。申し訳ありませんでした。ちょっとだけね、リーグオブレジェンズ、昨日やっちゃったんで、その影響かなと。これがハンター慣れしてね。海の巨人だと？もうこの辺からもうだってハンターって何、これ相手殴ったら勝ちでしょこれ。よくわかんねえけど、これ勝ちでしょ。強いなやっぱり。あれで新ヒーロー、そうだね、なんか出たらしい。いやちょっとあるんだよ、俺も攻略しなきゃいけないんだよ。おお、これ強いな。いやちょいとばかりさ、ちなみにロールをやろうとしたら、なんだっけか。これで終わりと思うな。取るに足りぬ高がせよ。なんか重たすぎて俺できなかったわ、プレイ。ロールは配信しながらやろうと思ったんだよね。ちょっと俺のロールのメイン、ソラカサポートやろうとしたのにさ、俺の一番得意な。まあこいつらぐらいに勝てる新チャンプだね。また病魔のノース、おー、なかなか強そうだな。じゃあさ、今さ一番熱いデッキって何？今一番熱いデッキってやっぱドルイド。ちなみに今みんなの中で一番熱いデッキって何？ランプドルイド。なんか本当に俺いろんな配信でランプドルイドか、ランプドルイドはよく見るんだけど、やっぱりあれが今一番熱いの、最近は。
終わったよ。これ多分ここで、何ナクサラーマスと、こんばんは、みんな挨拶ができるな。ナクサラーマスを、ミルローグ、あ、それはね、敵の武器を破壊する、何これ、こんな強いのがあるの、何これ、は？今一度武器を取るのだ。情動型ヒーローパワー、敵が死亡するたびに一致一のスケルトン一体を消化する。なんだこれ。とんでもねえば敵の武器を破壊する。まあこれはいいのか。俺は一人で狩る。ボマーとナーが入れた天保利こそ最強。あ、なんか難しそうだぞそれ。何これ、こいつも強いんだけど。隣接するミニオンも道連れとして破壊する。なんか微妙だな。アドベンチャーなら勝てるわ。スケルトンではないミニオンすべて破壊する。はぁ、ミルローグでアドベンチャー挑戦試しましたそこでもやんのか、マジで言ってんのかそれ。なんか相手強いんだけど。あー、でもレクサー君強いな。クソラメじゃねえか。サールノース。なるほどね。死ね、侵入者め。死体は。今日は見るもう終わったの。そうだね、今日は今日はね、あ、なるほど、そういう見方もあるのか。今日はもう見る終わりました。今日はさっきまでプライドファーストさんっていうさ、ほら大会にも出てた人いるじゃん。俺あの人の配信ちょっと見ててさ、今日10分前ぐらいに浮上の兵が、ここなら安全だとでも。で見ててさ、見てたらさ、相手がランク14で、相手がね、ミルローグ使ってて、で俺ドルイドにさ、プライドファーストさんが使ってるドルイドにね、フルボッコにされてるのを見て、俺も悲しくなったから今日はもうやめたもうそうだね、いろんな理由があるんだよ本当に。イライラしながらもちゃんと見てくるなんて愛がある、そういうことなのかな。あ、そうだよね、ちゃんと見たんだろうな。終わったよ。こんばんは、よろしくお願いいたします。今日もカード捨てていきましょう。何の話、それは今一体何の話をしてんのかな。ブロ、全然何言ってるか分かんねえわ。
一番左にいる敵のミニオンに2ダメージを与える。結構強い。終わったよ。見る仲間増やしていこう。その人のね、プレイヤー名が見えなかったんだよな。でも金ピカのローグだったな、確か。敵討ちに燃えるところだろう。なるほどね。一理あるな。一理ある。踊れバカ者め。あー、そう、これがあるのか。おそのミルローグ、もう一人の。じゃあ俺、もう一人の俺が頑張ってくれてるんだったらいいんじゃねえかな。俺は許されたんじゃねえのか、もしかしたら。すでに俺のことはもう許してくれ。ちょっと今日は許してくれ。なぜ。どうしても。あ、鬱陶しいな。ミルトもね、でも仲良く慣れそうかな。ミルトもなんか性格悪そうだよな。ああ、置く場所逆だわ。まあいいや。強がっちまってよ。お互いもうやめてくれ。それぐらいいいにしてくれよ。おお、ルームガードだ。おお、ほっほう。これって何？もう一回やったらこれチャージできんの？これできるわけ？そういうわけじゃないんだよね。そうだよね。さすがにそれはないんだね。なんでだろう。なんで風呂に入っておくんだったんだろう。綺麗な体で死にたいとかってことかな。いや、俺こっちはさ、もうちょっとさ、なんか今流行りのデッキ俺もちょっと遊びたいじゃん。俺向こうでさ、見るしかやらねえって約束しちゃった分さ、ちょっといろいろとこうね、クッっていうところもあって。でもどうせまた俺今日やっても負けるじゃん。俺ランク18の今星0だよ。あ、ローゼブだ。こんな感じなんだ、ローゼブ。頭にキノコ生えてんじゃねえかよ。狩りの時間だ。これは何？アドベンチャーやるの久しぶりだな。俺多分1年前ぐらいにこのアドベンチャーやったんだろうな、NA では。これ何？敵のヒーローに3ダメージ与えるはめっちゃ攻撃的だな、ローデブ。プロに入ってれば負けなかった、そういうこと？17まで上げてけ。上げたいんだけどな。いや、俺も本当のこと言うとそういう風にしたいんだけど、なんかね、叶わなさそうなんだよね。ミルローグでアドベンチャー、ごめん。俺こっちの方持ってないんだわ。こっちのアカウントだと、ミル作れねえよ。あ、ちなみにだけど、俺そのランク14の人の俺配信見てて、分かったのは、分かったのがさ、やっぱりね、ゴミレジェが入ってた、ちゃんと。あ、ゴミレジェってやっぱりいるんだなっていう。お前のこと今まで使えないみたいなこと言って一回外したりしたけど、やっぱゴミレジェは、ありなんだなと思って。
ゴミレジでちょっと復活させるわ、次は。必ず復活させる、あいつ。決めた、俺は。進行が足りなかった。確かにね、根強い声はあったんだよね。あのゴミレジェをもっと出してほしいっていう、そういうお便りはいただいてたから。ゴミレジェ、そうだよな、あいつはね復活させるべきだったんだよ。攻撃力プラス8を、何これ、はあ、ローゼビ弱いな。そばにある精神支配の魔石は見なかったことにしてくれ。でもどうなんだろうな。ちなみに最近はさ、俺なんというか配信のペースがさ、ちょっとさ早すぎてさ、俺見る人がついてこれてないというかさ、ちゃんと全部あのね、過剰供給じゃないかなっていうふうにちょっと若干思ってるところもあるんだよな。果たしてね、このちょっとね、今日は特にようつべさんの方がさ、おお、何これ、代役、お、これは何、代役たちを操れは、我が教え子たちを返せ、あやつらを返せ。全部見るのが前提、当然だろ、全部見てくれ。何言ってんだ、それ以外の選択肢があることを俺全く考えてなかったんだけど。せっかくさ、やっぱ、あの、作っ、物を作ったものとしてはね。もう、なんだこいつ。とんでもねえな。これ体力も40あんのか。おぉ。これの見事な、あ、これ出してえわ。
おお。おお。まだほんの序の口よ。こんばんは。こんばんは。今コンピューターみたいな相手にいた。コンピューターというか共に来たれ。システィ鋼をくれ。今日ごめんなさい、アドベンチャーやってます。ご覧の通り、今日私アドベンチャーやってるんで、ちょっと今日冒険に出かけてるんで。大変申し訳ありません。いつもの私の惨めに、知る配信を楽しみにしている方、大変申し訳ありません。これはナクスラースマスよ。ナクスラースマス、ナクスラーマスだったわ。今はなきナクスラーマスやってます。さあ今すぐ降伏するなら、貴様を魂だけの哀れな存在にしないよう、ごしっくり取りなしてやる。これダストになるからね、なんつっても。特にこの資産のない、あ、はい、これ、あ、この人のあれだな、ヒゲ。カツラみたいなヒゲだね。いいヒゲだな。資産が欲しい、俺は。資産が欲しい。これちなみにね、NA サーバーで買ったデータってさ、アジアに、引き継がれるからさ、今ちょっとね、それを。何 ?LOE って何？おお。いずれ奴らの魂が貴様を迎えに行こう。犬ども放つ。死者の帰還だ。は、俺に。他にも斧が破滅を探し当てたのだ。そういうことなんだ。俺にダメージ食らせてくるんだ。信じられないね。あ、探検同盟。そうだね、今日は探検同盟まで攻略するぜ。バカめ、我は魂の借り手ぞ。やる。ほんとハンター強いな。まあ相手が、まあ、このなんていうかコンピューター相手に強いも、めったくにもねえけど、強えな。非常とか、リーグオブエクスローラーか。ちなみにリーグオブエクスプローラーは、ゲーム内コインで買ったから、リーグオブエクスプローラーも全部揃ってるっちゃ揃ってるんだよ。我が最強のデスナイトたちよ、これは実に見物だな。レクサー VS 四騎士。そうだな、早くあいつは負担落ちしてほしいな。今ですりつぶして差し上げよう。テンポ明治のあいつさえスタン落ちしてくれりゃな。何これ、もう並んでんの。侵略者よ、引き返すのだ。そうできるうちに。さあゼリー君、お楽しみの時間よ。おしゃべりは十分だ、連中をやめ。かかってこいよ、こぎたらゆすのが。
そうそう、ウェイカー、マジでウェイカーだな。あの子が死んでくれればね。あいつがいない明治とか安藤さんよりも悲惨。あー、安藤さんよりも悲惨かな。まあそれもあるけど、なんて様だ。今日ミルローグに当たってミラクルローグしすぎて負けた。いいね。チャリローはな、チャリローはミルローグと、ミルローグでやってると、まあ、まあまあまあ、あー、デスロードか。こんなところにいたんだな、お前は。ローグはレノ入れないと、勝てないのかな。うん、ないよな。やっぱ体力が低すぎちゃうんだろうな。はなにこれ、こいつなんかミルで倒せそうだわ。相手カードないぞ。なにこれ、めっちゃ痛いな。なにこれ、これ何、あ、クソファッキンアグロが。多分ね、こんだけの、こんないっぱいあるんだ。こんだけの、そして貴様はその実験第一号よ。ブラックロックマンダーとミルローグが光る試合が多いね。ルファリアン、あ、そうなの。全然覚えてねえわ。だからね、こっちだったらね、多分ね、一つくらいはなんか完成形の何かができそうな気はするんだけどな。まあ向こうの方でもできるんだけどな。できるかできないかと言ったら、一番安い海賊ボリアーとか作ってみるかな。それが一番楽だな。これは何、全てのミニオンに1ダメージを与える、このミパワーでミニオンを死ぬためにスライムをしよう。この地区はスタラグとかでレジェン2枚もらえるから出すし、ああそうなんだ、なるほどね。そうそう、ダストが欲しいんだよね。
そうそう、ダストのために。せやな。また死ぬの。今から何か変。ニルを見に、あれ、まあ言わ、まあ言わんとすることは、わからなくはないんだよね。わからなくはない。アジアでもやるんですか？はい、アジアでもやります。あ、めっちゃ強いじゃん。なんだこいつ。じゃあもう多少資産が集まればね、なんというかやれることは増えるから。ブルースは残り物ゾンビの掃除屋だ。あ、これエサゾンビこっちだったんだ。残り物ゾンビにしてやるに実にふさわしい。レクサー、もうなんとかしてな、こっちではな。まあミッドレンジハンターできたからな、こっちはな。ミッドレンジハンターでやってもいいけど。あ、俺ほとんどプレイしないやつがいいな。プレイしたことがないやつみたいな。何がいいかな。やっぱドルイドだな。やっぱあのドルイドやりたいわ、俺。俺もドルイドで無双したい。ゾンビどもに貴様の脳みそを食いたいか聞いてみたぞ。なんと言ったと思う。自分、ジャンクフードは食わないっす。だと。は？プリ？ああ、ゼタロットさんみたいなやつ。ゼタロットさんみたいなプリ？あれは笑えるよな。ゼタさんみたいなことするってこと？ニルドルイド。あ、めっちゃ強い。トークンドル強いでしょ。あ、これもこれも死んだらない、これすごいでかくなるってこと、そういう話。花子。
今日のジゴさんの BM が見れないから退屈。我は間引きに目がなくてな。よし。体に流れる血を凍結化することに目がないのだ、我。どうこれ。アグロを狩るデッキか。おお。ね、俺死んじゃうんだけど。アグロ狩るか。でもアグロを狩るデッキって何？キューン。あ、でもクトゥーンもロマンあるよな。でもせっかくだからクトゥーンっていうのもあるじゃないか。でもクトゥーンっつったら絶対あれだよな、コントロールしかねえよな。そして貴様はそうではなくなるのだ、間もなくな。なんか音がでかいんだけど、どうしたらこのボリュームを出せんの？俺のボリュームコントローラーどこに行ったの？遅すぎた。逆らえない。狩りの時間だ。ローグクトゥーンは意外と強い。レノローグクトゥーンってやつだよ、それ。レノ入ってんの？今すぐ死ね。三神ローグだ。どんだけ俺に資産を要求するんだ、それは。それは凄まじい資産だな。え、これまたこいつひっくり返してくるんでしょ、これ。ってことはこれポコパンされるんだ。やだな。まあいいのか。兄さんにこっちもなるのか。暴力かよ。まさかの。そりゃねえよ。
あ、これ強ない？やっぱここに来て負けそうだわ。まあ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 、今のはなんかちゃんとコミュニケーション取れた感じすんな。これ絶対間違ってんじゃんこれ。1点足りなくて勝てないのこれ。え、これ足りないじゃん、これ負けちゃったじゃん。あー、俺はアドベンチャーにも勝てないのかな。ミルクトゥーン、ミルクトゥーンか。クトゥーンのさ、でも子たちみんな強いじゃん。そうだね、クトゥーンの子たちさ、スタッツはすげえ高いからさ、確かにね、あの子たちのスタッツは。死ね。これ強ない？こんばんは。今日はね、ほんの少しだけ訳あって、いつもと違う、いつもとは少しだけ違うゲームをしてます。こんばんは、はじめまして。安藤さんだと、はじめましてなんですか、本当に。ありがとうございます。だから、いい。はじめましてね。安藤さんだと、HP と攻撃同じやつで楽勝となる。あー。とか、安藤が輝く瞬。完璧に計算通りなんだけど、相手の恐ろしい、恐ろしい相手の計算通りなんだけど、これあ
さすがに今度は勝ちそうだな。おほ、コントロールしながらジャンプでどんどん11増えてる。ああ、呪われし者の覚悟は良いぞ。まあええや、これで勝ちだろ。本当理不尽だなこのカード。本当このカード理不尽だわ。おお、これはいいね。いい資産だ。我が強大なるフロストワームが待っておるぞ。厚木をしておくことだ。レクサー VS サファイロン。これはいいな。これは稼げるな。これは何？お、お、そのちっぽけなノームが見えるか。そやつも侵入者だったのだ、貴様のような。何これ、どうやって勝つのこれ。え、これ出したらこれ死ぬんでしょ。アドベンチャーも見るでやってんやで。ごめん、ないんだよ、これアジアだからさ、悪い。ほんと、まあ、アドベンチャーを見るでやるってのは別にいいんだけど。は？凍結していない敵のミニオン全てを破壊する。今死ななかった剣についてどういうこと？何を言ってる？ 何を言おうとしてんのこれ。言ってる意味が分かんねえんだけど。ああ、これがいるのか、そういうことか。ああ、そういうことか。そう、先に言えよバカタレ。何のこと、何を言ってんのかと思った。何これ。アジアでやり始めたというか、まあ、まあまあ前からアカウントはあるんだけど。どうぞゾン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 送ってください。めっちゃいっぱい来てる。びっくりするぐらい来てるわ。なんじゃこれは。そう、アジアだからか、そういうことか。びっくりした。あ、びっくりした。あ、こっち出したらダメじゃん。ニードでロールしていいよね。
ごめんな。ちょっと今日はお休みさせてもらってるの。まあ、これフェイス殴れ勝ちやろ。長い。これぶっ飛ばされるでしょ。見事だわ。なんて見事なやつなんだこいつ。サバイバル。体に流れる血を凍てつかせる作戦を発動せよ。アジア勢多いね。みかんゼリーめっちゃいい名前だ。なにこれ、もうこれやられちゃうじゃん。ミニオン出そうぜ。あともう一匹、もう一匹。ああああああ、はあ、倒せねえよこいつ。どうやって勝つのこいつ。これってなんだっけ。一瞬で感染やられた。どう、みんなどうなの、みんな。あ、まあまあ、こっからみんな何、あ、レジェ行っちゃうの、みんなして。俺は完全なドゥームハンデッキだね。これ殴り倒すと勝ちやろ。間違ってる気がするわ。こういうやつこそミルローグだろう。熱くなってきたぞ。めっちゃフレンド増えた。ランク9。何、一番この緩そうな名前のみかんゼリーちゃんが勝手に女性だわ。みかんゼリーちゃん絶対女性だわ。みかんゼリーちゃんがこんなにいいランクなのか。あ、消えた。早速ブロックされたわ。なんかこういうこと言うとすぐブロックするんだ。見事な一手だ。いや、これは
見る使えねえんだよ。なんだこれ。こいつにどういう出来が勝てんの、ちょっとか教えてくれ。あのチームジーゴ、ちょっと助けてくれ俺のこと。こいつは一体どうやって倒せばいいんだ。こいつ強すぎるんだけど。はあ、こいつ強いわ。勝てねえ。命令を導くたまえ。命令を導くたまえ。遅いデッキ？遅いデッキなんて俺あったかな？果たして。フリーズメイジとか俺が使いこなせるわけねえだろう。考えてくれ、そこを。これとか完全にはまってねえじゃん。命令を導きたまえ。あ、いいね。ご婦人方、ご心配のように命令を見せさせましたぞ。終わったよ。いつものデッキ、すげえ推しを感じるな。あら、見事な一手だ。あ、先にドローしとけばよかった。ご婦人方、ご心配なく騎兵隊が挟んでますよ。見るね。分かってるよ。声は届いてる、ちゃんと。ミードでロールしていいよね。はいよ。見事な言ってた。俺アドベンチャーだよ。やっぱりアドベンチャーよ。次なる戦いはこれまでのようにはいかぬぞ。聞くところによると、そのボスは最強にして無敵、そして超絶美形なのだそうだ。レクサー VS おめでとうございます。ありがとうございます。ついに我が前に現れたか。速攻でみんなやめてったら確かにな。この俺がケルツツァードと戦ってるの見てもしょうがないからな。確かに当たり前のこと。敵ヒーローにダメージを与えてると思ってた。ヒロイック配信勝てねえだろう。その体に流れる血をいてつかせてくれよ。的外れも。フレンド申請どうぞ。ただ果たして何かできるかっていうとちょっとあれなんだけどな。何これ、終わったよ。これ知ってた？これみんな知ってんの？これピグルスバース君が出てくるって、これみんな知ってた？ちょっとこれは聞いてないな。そういう話は聞いてないんですが、これはわかっててやったんじゃないの？いや知らねえよ。知らねえ。そんなの3匹呼んだらどうなる？我慢にも限界がある。待ってくれよ。少しぐらい考えさせてくれよ。呪われよ侵入者め。そうなんだ。しかもこれ使えないじゃん。これ永久に使えないんだけど、これもこれも
まった。ここからは我のターンだ。しもべども、俺を解き放て。とんでもない化け物じゃねえかよこいつ。なんだこれは。は？あ？俺2ターンくらいパスしたの？何が起きてるの？何が、誰か解説員は？解説員呼んでくれよ。今ズルしたんじゃねえか、相手。今相手ズルしたよね。いや、明らかにズルしたよ。何が起きたか分からなかったんだけど。え、これヒロイックじゃないでしょ。違う、これ普通のモードでしょ。なんでこれこんな強いの。何これ。え？カスタムメージってこれ何？これが何かわかんないけど、とりあえずプレイしてみよう。お、みんなやってるなぁ。バーサスケルスザード、ついに我が前に現れたか。あなたが前に。あー、これおティンポさんだと思うな。断じてあり得ぬ。貴様が我が浮遊人に押し入ったのではないか。ターンエンド押したせいなのかな。あ、2回連続で俺ターンエンドしちゃったってこと。これ何、これ何これ。このデッキ何。その体に流れる血をいてつかせてくれよ。これ何俺何作ったのこれ。果てなすぎる。なにこれ。こっちヨグサロン持ってないと思うんだけど。このゴミデッキ、俺はなんでこれを作ったんだ。ああ、これはなに。こいつ超強いんだけど、恐ろしい強さなんだけど。当たるよな。俺たちの役目は。ああ、これなんでこんなよく謎のこのクソよくわかんねえデッキ作ったんだこれ。またやられてるんだけど、よくわかんねえこと。こいつとんでもねえやつだな。私もあなたみたいに。いつか私もあなたみたいに。お腹何かね。何これ。
はこれ勝てねえんだけど。あ、アーマー削るとこうなるんだ。あー、そういうことか。強いけど、あ、ボタン入れだ。ご主人様のお望み。なにこれ、こいつ流行ってんのか。順番逆だろう。お。終わったよ。お。千の機密に万の秘密。万の秘密。我が運命は決して。ミルローグ見に来た。なるほどね。そういう人もいるよね。確かにね。貴様の魂、今や我が手の中だ。ミルローグはね、確かにね、いいデッキだよ。初心者だね。相手初心者だから。マルフィリオン vs グランドウィドウフェアリーナ。いいね、これデッキ自分で選ばなくていいんだ。これ楽でいいわ。あー、エッグドロイドな、楽しいよな。俺一時期エッグドロイドすげえ使ってたからな。シーズン、いや、エッグドロイド楽しいんだよね。もう今死んだのかな、エッグドロイドも。あれ、エッグドルイドのキーカードってまだいっぱい生きてるよね。こいつフェイスしか多分殴ってこないタイプの人でしょ。
なにこれ。あ、こいつがいる間ずっとプライチなの。弾が入った、あードラ弾が入ってるか、あーこれ弱くなっちゃったんだな、かわいそうに。我が盾はアルガスのために。いざまずけ、ウジ虫。我に痛みを与えたわえ。何これ、俺なんか負けそうじゃんこれ。大地を守らねば。あ、順番。全然強ないよ。バリーラ vs マイエクスナ。マイエクスナか。あ、ウーズ先輩。あ、ウーズ先輩もあれ、もう今スタン落ちしてる？もしかして。ウーズ先輩って今スタン落ちしてる？もしかしちゃうと。ウーズ先輩もキーカードだったんだよな。ワイルドでミルローグするためにやってるんですか？ああ、いい質問だね。それは、それはそれはいい質問だね。全部落ちてるんだ。ああ、そうなんだ。何これ。
掲げよう。こういうことしろっていうデッキじゃねえのかこれ。俺はそういうことだと思ってやったんだけど、そういうことじゃねえのか。了解。全く関係ないですけど、ズーコさんって会社で後輩をいびってそうですね。そのような事実はございません。なぜならば私は会社に後輩がいません。以上です。単純明快ですが、私は後輩がいませんので、そのようなことは起こりません。なんでアドベンチャー、なんていうか、資産を集めたくて。死んでおります。まあな。何これ、なんでこれこんな弱いのこれ。これ普通さ、なんかあれじゃないのこれって。普通強いんだよね、これ通り組むと。アジアサーバーで見るですか。見るはね、できれば、NA だけで勘弁してもらえれば。何これ。普通さ、あれでしょ、これ、キャラクター選択の方ってさ、これ、勝てないじゃん。何これ、勝てないんだけど。これ何これ、延々とこれ、出し続けるのこれ。たらたら。飽きてきたんだけど、これ。なんかどうせ相手も顔殴ってこないし。お腹。ああ。あ、そういうこと。顔殴ってこないしさ、急に殴り始めたなこいつ。これ勝てないでしょ。つえ。お見事ね。気持ちは伝わったな。バリーラ VS 変える？マイエクスナ。なるほど。ここで変えるか。ここで変える活躍しそうだね。確かに。確かに。ここは変える。な、全部ゴミじゃん、それ。なんか今上がってるやつ、多分。これ、雲出してくるんでしょ。雲強えんだけど。呪われた雲、マジで強えんだけど。ちょっと呪われた雲の強さ、異常だな。開始毒。おお。
し。こいつとも更新をしていこう。この発明品どうよ。終わったよ。なんやこれ。なるほど。なるほどね。よかった。よし、始末する。まあ溜まるだろうこれで。ジェイナ VS 不浄のヘイガン。あれ不浄のヘイガン、さっきも戦ったな。ここなら安全だとでも。あなたが招いたのよ。うわー、なんか嫌なデッキだな俺。こういうの見るとなんか腹立つわ。なんか微妙にここに見えるんだけど、これ何これ。なんかあるよね、ここタグみたいなやつが見えるんだけど、これ何。おお、これなんだっけ。おお、復讐、それが我らが望みか。絶対ゴミみたいなの出るんだろうな。誰にもないし。あー、なんだゴミ。早く成功あれ。踊れバカ者め。おー、完全に忘れてるわ。そういうことな。今理解したわ。
何か。それ対人戦でも勝てないわけだそれ対人戦で勝てないわけだ。今ので分かった。俺もはっきりしたわ。俺が勝てない理由は今いくつか見えた。ジーナ VS 不条のヘイゲン。ここなら安全だとでも。あなたが招いたのよ。めっちゃ強くないか。何これ、超怖えんだけど。出てきちゃうよね。千の秘密に万の秘密、誰にも内緒、誰にも内緒。何者にも人質を。俺を呼び出した野郎はどいつだ。これ何？アイスバリアか。ダララのために。あ、順番がまた怒られる。そのせいじゃん。そのせいでワンオフなんだけど。お
前が死ぬのを見物するのは楽しみだ。すっきゃな、自分主張が激しいな。こいつも悪そうな顔してるな。お見事。くだらん、付き合っておらんわ。よし、あーあとまだいっぱいあるな。俺会話してっから、まあ、対話っていうのが一番大事なんだよ。対話っていうのは。なんだこれ。狩りの時間だ。やっと来れた。次作る敵決まったか。全然決まってねえよ。大丈夫、そのうち浮かんでくるから。大丈夫、ひらめくから。こいつスペルあんの？ないだろ。画面投げときゃ OK。 ハンターはもうもともとこう戦闘民族だから。お、なんだこいつ、やる気か、タイマンス気か。でももうカードが足りねえ。ヨルムンガーじゃねえ。あ、俺これ好きだわ。なんか久しぶりになんかアリーナ、あ、アリーナやろ。俺明日アリーナやろ。どれもゴミだね。こいつこれあった？いないでしょ。無理や。最近土蜘蛛2枚刺して見る試してる。いいね。ぜひその結果聞かせてほしいわ。まあ大方分かってるんだけど。いい、本当？調子いいの？それマジだな。攻撃力プラス8を付与する。すげえ。焼けちゃうでしょ。でも、まあ、よくて1枚だろう。これが何回も雲焼いたからな。一回それで俺安藤に負けたでしょ。雲焼きすぎて。ゴミレジちなみに入れてんの？ゴミレジは。でもさっきね、他の人の配信に当たってた人も入れてたんだよね、ゴミレジは。ちゃんと。
シック。サーフィン名は多分入れると思う俺。サーフィンは。しても滅びぬはドゥームハンマーに刺さる。おお。これなんだっけ。カード1枚。あ、グミレジェラッシュなんだ。いずれ奴らの魂が貴様を迎えに行こう。あの子いい子だと思ったんだけどな。必ず戻ってくる。何こいつクソ強いんだけど、これ本当にこれ勝てんの。相手回りすぎじゃないこれ。太陽の泉を浄化せねばならない。盾を掲げよ。はあ、お？死者の帰還だ。必ず戻ってくる。戻ってくる。何この美しいカウンターは。挑発者の挑発を持つミニオンが待ち受けている。ミリやめたの？やめてねえよ。ちょっと、今、ちょっとしばらくじゃねえわ。今やらなきゃいけないことがあってな。いろいろ訳あって。ちょっとアジアのダストを増やそうかなってね。なんてね。甘い違うんだって。ちょっとな、たまにアジアでもな、アジアにも俺のフレンドが待ってるわけ。ちょっとアジアにな、ちょっとな、何しくしよ。たまにはこうやってさ、コンピューター相手にね勝つっていう。ゴールドでパックあげたら十分な出す得られそうだけど、せやな。キノさんざん、本当のこと言うな。本当のこと言うな。
騎士。昨日のちょっと傷が俺まだ癒えてない。骨まですりつぶして差し上げよう。お前の魂は我がものとなる。なんだこれ、これとこれ捨てっか。侵略者よ、引き返すのだ。そうできるうちに。これやった方がいいの。さあゼリー君、お楽しみの時間よ。外れの。おしゃべりは十分だ。練習をやめ。何これ、これ本当に強いの。やってこいよ小汚い薄のろが。え、これ本当に強いのこれ。ズキズキ来てるよ。昨日の痛みは本当に半端じゃないからさ。はあ、こいつはこいつはなんだ。 ID どこ、ちょっと待って、書くわ。ちょっと狂って、友達になってください。39シャープ1557。ももちゃんだ。誰が今一番ここの配信で見てる人、誰が今ランク高いの。カンブリだ。カンブリさんが一番高いわ。ぶっ飛ばされてるね、カンちゃん。ジェラクサス。断末魔だな。ゴーダン VS 四騎士。どれ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 、チェックしてやるか。どれどれ、潰して差し上げよう。お前の魂は我がものとなる。なかなかやってるな、みんななかなかやっとるな。お、なんか勝てそうなデッキじゃないかこれ。ミナノシュー、ミナノシューなかなかやってるね。侵略者よ、引き返すのだ。そうできるうちに。策で。さあベリー君、お楽しみの時間よ。おしゃべりは十分だ。連中をやめ。かかってこいよ小汚い薄のろが。こいつなんて失礼なやつなんだ。なぜ。バレてる。まさかとは思うけど、そんなに早くバレるとはな。安易なラップ、昨
昨日あれだね、週末予言者をポロッと出したのを思い出させるね。なんだかあれに告知してるな。五星倍式目がいた今目の端で捉えた今、五星倍式目っていう文字を。すくそ懐かしい、懐かしの。だらけなのら。これってこいつ悪魔、こいつ悪魔じゃないんだ。自分の力で戦えないとは見せないやつ。邪魔だ。それは対象にできん。いいね。ジェラクセス。あ、勝ったか。終わった。そうしてんだ、アリーナ、いいね。あ、みんな俺よりランク上なんだ。明らかにみんな俺ランク上なんだな。悲しいな。俺21か。悲しいな。しちょっとアジアでな。アジアでちょっとゆっくりやっていこうか。ゆっくりな。こんばんは。ちょっと今日は、すいません、いつものやつじゃないです。まず謝る。まず謝罪するところから始めよう。何この一瞬感染してやめるの。チーッスみたいな感じだからみんな。とりあえずフレンドだったからチーッスみたいな。そういう感じ？今殺しの時だ。やっぱ化け物じゃないから。あーデスバイトなー、いい武器だったんだよなこれな。ゲッシュはアリーナにもなるほどね。ニルローグ、分かってる分かってる。まあまあ落ち着けって。こっからよ、こっから徐々にね、少しずつ高めていこうっていう、そういうスタンスなんだよ。木を高めていこうと思ってるから。今殺しの時だ。くだりで何作るんですか。そうだよね、まだ考えてないんだよね。そうなんだよね、それはグッドクエスチョンだね。それはプリティグッドなクエスチョンだけど、決まってないんだよ。何これ、まあ、みんなで爆発するかい。これ痛みをください。あ、これ出しとけばよかったんだ。ぴったりの確認よ。
なんかよくわかんない、これ回復するんだろう。お、なんだこれ、大爆発するの。ドカーン。あ、みんな死ぬのか、死んじゃうのか、みんな。あー、みんなやられちゃうな。何や、アコペで2枚引けんのか。まあいいだろう。感染モードとジコさんの実況なんですよ、やっぱり。なるほどね、そういうことか。でも本当はね、砕いて何作るかっていうのは本当考えなきゃな。夢があるよな。あ、これじゃねえ。お腹何、うん、これはブラックロック、ブラックロックマウンテンってやつをやってるな。なんでこれ俺自分に1点ダメージとかないの。普通あるでしょそういうの。ゴミレジェ何度でも作るみたいな感じ。おお、ヒロストライク。ああ、似たようなもんだろ。サモ似たりだろ。細かいこと言うなって。サモ似たりだろ。これね、プラさん死ぬじゃないか。ご主人様お助けを。ね、おお、おお、おお、お待ち。なるほど、これが気持ちいいんだ。ミルクトゥーン。見る基本かよ。せっかくアジアでいっぱいなんかこう可能性がある中。ナクスのアドベできるなんて羨ましい。なんで最近始めたってこと。今もう買えないんだよね、アドベンチャーナクスラースマス。噂によると確か。アンドウィン、ああ、安藤か。安藤でやるってのはいいんじゃない？どう？安藤はどう？逆らえない。光が勝利をもたらさんこと。アジアで見るしないの？マジで言ってんの？ちょっと何言ってんのかな？何？なんかあれだね。NA でも見る、アジアでも見るみたいなやつ。あれだね、谷でも金みたいな風になってるってこと。ちょっとなぁ。今すぐ死ね。ママでも金みたいなやつか、ちょっとなぁ。辛いかなぁ。逆にな、逆に安堵ってないんじゃないか。
見るの使い手といえばって俺めちゃくちゃ怒られてるからな。配信中も怒られるしさ、それこそ腰つべでも怒られるしさ。なかなかね、厳しいんだよね。みんな厳しいんだわ、これが。予想以上にみんな厳しいんだわ、これが。つべから来ました。こんばんは。おー、いいね。やっぱ腰つべでも上げてる、甲斐があるな。見る安藤とか。不可能だろう、できんのか。果たしてミルアンドは成立するのか。面白きゃ OK。 まあなあ、まあ一番ね、そうなんだよね、こうワクワクするのはやっぱりなんつってもそうなんだよな。ミルローは面白いからな。ミルラプレイヤーもね、楽しめるんだわ、あれ。あんなにね、面白いのはないぞ。ほら、こうやって間違える。どうせならトロールデッキ作ってほしい。どんなのがいいんだろう。悩むなぁ。この深夜のヒーローたちが滞在パラちゃん？パラカスか。パラカスも面白そうだよな。我が運命を消して味わい。でもコントロール、でも見る分だったらさ、どうなの？まあでもやる分にも俺コントロールデッキって楽しいと思うけどな。やっぱり、コントロール系か、コンボ系、でもコンボ系はな。カエルつながりで。カエルつながりか。ついに我が前に現れたか。我名誉を持って戦う。何があるんだろう、これでいいよ。彼は無数のしもべと強大なる呪文を持って戦う。あがくがいい。すごいな、アジア勢。やっぱみんなアジアでやってるんだね。ちなみに みんなあれなのかな、もともとやっぱ NA でやってた人なのかな、大抵は。大抵やっぱみんな NA でやってた人たちが来てる感じ。それとも、やっぱ日本語が出てからやってんのかな。そういった意味では、これいつからやったんだろうな。え、そうか。マーロックパラか、マーロックシャーマンでいこう。マーロックパラ、マーロックシャーマンって存在すんのか。カエル、カエル人気高いな。みんなカエルのこと愛してるな。愛を感じるね、カエルに。決まりに従いなさい。スタンダードでしくれパラ、わかるわ。ちょっとやりたい、それは。それはちょっとわかる。スタンダードのしくパラはちょっとわかる。あ、YouTube のシーンでした。なるほどね。カエルの人。そうやな、確かにたくさんカエルやってるからな。ほぼほぼ負け試合なんだけどね。ちょっと
な。たまにはな、たまにはその肩の力を抜いてな。パラは死んだのかって生きてんだろう。あっちでスタンダード環境であれもう猛威振るってるんでしょ。そういう噂を聞いてんぞ。あいつものすごい無茶してるって話。ラスラマスは我らの呪われし者の覚悟は良いぞ。あーこれまたあれか、先に殴るとあれになっちゃってるのかな。ドローソースがないんだけど、これはこれそういうゲーム。おお、なるほど。そういうこと言ってると来ると、悪いな俺。奉仕した方が早そうだな。めんどくせえ、めんどくせえな。あ、フリートレードばっかりじゃねえかよ。だるいな。だるいだるいだるい。それはただいま剣山。ナクスラーマスは我らの。フェイスハンター面白そうだよな。そうだね、フェイスハンターがいいね。ならば我は無数のしもべと強大なる呪文を持って戦おう。あがくがよい。なんかほとんどの子今までキーカードが死んだからフェイスハンター厳しいとか言うけど、そうでもないっぽいよな。復活してるよなフェイスハンターはな。どっかレシピありそうだしな。あーこれもなんかだるそうだな。これもなんかサクッと勝てるようななんか来ないの。
本当これパラタス、これ相性いいのかこれ。これ時間かかるんだけど。呪われし者の覚悟は良い。強いんだけどケルちゃん。普通に。これ勝てないだろう。これどうやって勝つの？ルーズにキングつけるだけ。あ、じゃあそれまで出さない方がいいの、ウズちゃん。結構なプレッシャーかけられてんだけど、さっきからでも。こいつ強ない？それでもこれで決まり打っていけばいいってこと？ただいま剣山。なりー。だるいなぁ。いいんだろこれ、これつけとけば。終わったよ。来た。なるほどね。ちょっとドロー、ドローさせてくれ。ドローさせてくんろ。ドローさせてくんろ。赤子クソゲー仕上げてきそうだな。我に痛みを。何このゲームは。ほんとダリーは。ああクソいっぱい引いてんぞ。まずドロー。これは相当な D だね。相当な D だね、これは。相当な D なゲームだわ。だるんだるんだわ。ああ、これあれか、俺のドローソースか。明快にだけこれ来そうじゃん。
大丈夫だな、俺。ドゥーン。ただいま剣山。バカめ、貴様は力を分散しすぎているぞ。しもべども、そういうのもあんの、そういうパターンもあんの。嘘でしょ。もう勝てねえ、この相手に。もう、勝てねえよ。ただいま剣山。勝てねえ。許してくれ、俺を。俺のことを許してくれ、もう。もう許してくれ。呪われし者の覚悟は良い。もう許してくれ。煽っても。しくじりました。認めてるのか。しくじったことは認めるんだな。リーサルじゃねえか、次のターン。クソファッキンリーサルなんだけど。クソファッキンリーサルな剣について、まだリーサルなんない。333910、うん、セーフ。剣山、だるだるいだるいだるい。もう次のターン死んだじゃん、これ。ねえ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 、でもちょっと今日はちょっとだけ今お休みしてる。ちょっとだけな、ちょっとだけ今日。あ、 BM かよ。でもコンピューターにさえも BM されてるんだよ。どうして俺はコンピューターにさえも BM されるんだってこった。あと1個からしてくれ。あと1個で終わりなんだ。俺の、あの、ナクスラースマスが終わるから、ちょっと許してくれ。ん？なんか。ついに我が前に現れたか。我名誉を持って戦う。ならば、はぁ。我は無数のしもべと強大なる呪文を持って戦おう。あがくがい。そうなんだね。ジャスティスが来たな。俺ガンガンでも出してきゃいいんやろ、もう。ガンガン出して、攻めていけばいいわけよ。攻めていけば勝ちだろ。よし、攻めていこう。その体に流れる血を、だから、しょうがないな。もう、これでいいだろ。ええやろ。使っていこう。どっかで、あの、もうディバインフェイバーすっから。ディバフェイスで OK だろ。ご挨拶つかまず。貴様は自分を殺そうという相手にも。どうやって挨拶するのかね。報告を受けよ。おお、なんと恐ろしい。あ、いろいろ違うんだ。当たり前のこと。え？我はあのケルスザードなのだぞ。あ、なに、ケルちゃんは全部にいろんなのがあるんだ。感謝いたす。どういたしまして。あ、知らなかった。ケルちゃんは何、全種類あるんだ。終わったよ。そういうことなんだ。ナクスラーはそれは仰天したものだ。え、これは仰天したら何も言わない。これは仰天した。え、これはスルーなんだ。これは仰天した。あ、これはスルー、そういうタイプなんですね。あ、そうなんだ。ボスはそういう、いろいろ喋るんだ。あ、そういうこと。へぇ。決まりに従いなさい。ただいま剣山。どういたしまして。いいじゃん。可愛いとこあるじゃん、ケルちゃん。
ヒロイクか。それはちょっとレベルが高すぎるな。何こいつ。もう死にそうなんだけど、すでに。これがやりたかった。警告はしたぞ。こっち進め。待って、相手のさ、ナクスラースマスがでかいんだけど、どうしろっつうの。相手のナクスラースマスがでかい。こいつら、亡霊。シャドウボウ？うそ。これまた負けんじゃねえ、これ。普通に負けるんだけど。普通に勝てねえよ。なんなんだよ。トーンと来いよ、バカタレ。もうこれ負けてんじゃねえかよ。ダストにするためにやってんだけど、勝てないんだけど。最後の一人が倒せない。強すぎる。あと何がもらえんの？あた打ちか、欲しい。もう勝たせてくれ、俺を。俺を解放してくれ、今日。もう12時試験だから解放してくれ、俺のこと。ウーサー、バーサス、ケルスザード。ナクスラースマスな。もう一個数入んないの。ナクスラースマスじゃないの。ナクスラースマスにしようよ、もうそこは。アーガスいんのか。どこ行ってんだ、アーガスは。出てこい、アーガス。このデッキ全然有利じゃねえじゃねえかよ。体に流れる血を凍てつかせてくれよ。強い。これ本当に勝てんのか、これ。今死した方がいいのかな。勝てる自信がねえ、もう。ご挨拶つかまず。貴様は自分を殺そうという相手にもそうやって挨拶するのかね。ご挨拶貴様は自分を殺そうという相手に。ああ、そうだよ。こうやって挨拶するのかね。そうだよ。そうだっつってんだろ。決まりに従いなさい。ご挨拶。貴様は自分を殺そうという相手に。こうやって挨拶するのかね。助けてくれ。こいつコンセクレーション全然刺さんねえじゃねえかよ、これ。何考えてんだよ。太陽の泉を浄化せねばな。前が見えねえし、もう将来もねえだろ、これ。俺を解放してくれ、本当に。全然刺さってないんだけど。フリーズ、どんだけこいつ俺のこと凍らせてくんの。信じらんねえわ。悪意の塊じゃねえかよ。パラガス、パラガス、このデッキ強ないだろう。マジで。なんで俺このデッキプレイさせられてんの、パラガスさ。パラガスこれ強くないぞ。ただいま剣山。おなか何かね。
ないこれ。あと何、いや4ターンで死ぬってことこれ。それが痛いのかなこれ。ああそれにかかっていく。あーはおーこう決まりに従いなさい。ルシルとティリオン入れろ。ティリオン、なんでティリオンがいねえんだよ。ティリオンが必須だろ。なんだよこのゲームはよ。なんなんだよこのゲームは。いい加減にしてくんねえかな。殴らさせてくれ。忘れてたじゃん。まあ、あと1点で死ぬんだけど。これもう一回出てきたらどうすんだいつ。ナクスラーマスは我らのものだ。おい、おっと、助けろ。なんだっけ、ランダムな敵のミニの一体なんて終了まで。おナクスラーマスは我らの呪われし者覚悟。あ、勝てそうな予感がしてきたぞ。ちょっとだけ。あ、またナメップされた。また BM じゃねえかよ。許してくれ。本当に許してくれ。許してくれ。あと一つ勝ったら全部俺もう全てのデッキを、全てを砕くっていうのをやりたいんだよ、俺は。早く。大砕き祭りをしたいんだよ。これどんどん殴んなきゃダメなんだな。わかったわかった。相手のアーマー削っていくわ。我名誉を持って戦う。ああ、一マナこれだろ。我は無数のしもべと強大なる呪文を持って戦う。ああ、分かった分かった分かった。どういたしまして。それは無理ですが。その体に流れる血をケイちゃん、ケイちゃんマジでもうやめてんだよ。お前と戦いたくねえもん。早く死んでくれ。これ強いな。2点毎ターン食らせるしやめてくんね。お、相手手入ってないな。勝ったぞこれ。相手に全然手が入ってない。削っていこう。なのでそれだよな、それが悩みどころだよな。太陽の一
泉を浄化する団結だ。ちょっと強い強いデッキ強いデッキが作りたいです。以上。団結か。いいな、貴様のターンは終わった。ここからは我のターンだ。しもべども、おれを解き放て。お役目は。推し進め。冥界やだ。もう冥界はもう冥界は見たくないんだよ。あとフェイス、もうこれフェイス殴ったら勝ちだろう。あー、これ出すな。よしよし。先生来んのか、ここから。呪われし者覚悟は良いぞ。よし、砕こう。まとめて砕こう。なんだっけか。全部還元よ。でもどれぐらいなのこれ、結局全部で2000ぐらいもらえんのこれって。もっとか。レジェがあるか。レジェがいっぱいあるよね。そこそこあったか。レジェ、あー、デスバイとか砕きたくねえな。作成モードにしない方が楽なの？ほんとだ。だるいなこの作業も。
は、なんで俺これ3枚ぐらいなかった？俺一回作った？何作ろっかな。でもパラカスがやりたいな。でもな、パラカスじゃねえよ俺、ドルイドがやりたいけどな。何がいいかな。また変なトロールデッキにすっか。こっちもこっちのトロールは何でトロールすっかだよな。めっちゃこもらえるなこれ出すと。よかった昔課金して。ヒューヒュー。マーロックデッキか。マーロックみんな好きだな。おお、結構稼げたね。うん。何ベイグル？キンゴミレジェ。キンゴミレジェは、俺が、これ約束する。絶対約束するけど、俺が NA で、ミルローグでレジェンドまで行ったら、キンゴミレジェ作ること、ここに約束するわ。そうだよな。作りたいんだよね。そうだね、3000もらえたね。よかった。ちょっとこれ何やるかはちょっとまた考えさせて、今晩一晩寝て考えるわ。ちょっとこのアジアで、アジアは何で、アジアのコンセプトはやっぱプリな感じがすんな。四神デッキとかそれダストがなさすぎるんだろう。何、四神ってちなみに何のことを指すの？ヌゾちゃんでしょ？ヌゾと？ヨグと？ヤシャと？ヌゾよ。この辺？出た。ミルドルイド。プリで煽りスキルを磨く、それもありだよね。プリは楽しそうじゃない？どう？プリ。この中にプリや、メインの人いる？プリ。プリがメインの人。でもプリもな、逆境なんだよな。でもプリは絶対次の、でも俺が思うにさ、次はプリ来るよね。強化。俺、プリは次ぐらいはちょっとさすがに、なんつうか、強化来ると思うんだけどな。そんなことない？プリちゃん。ちなみに今何持ってるかだな。まず俺が何持ってるかも見よう。パラカスは持ってんだよな。それなりに。あ、でもティリオンねえのが。そうだよね。プリドラゴンとミッドレンジだもんな。クトゥーンは？何回か俺クトゥーンプリ倒したけど、マリゴスプリ。これとか楽しいんだろうな。何やろう。ちょっと考える。ちょっと考えさせて。この一晩寝て考えるわ。今日は、特に実りのない、実りはあったな。今まで一番、俺の配信の中で一番個人的には実りがあったわ。こんだけの脱走が稼げりゃ、言うことはないわ。おめっちゃ出てんの。だろ死にそうな顔でコントロールウォリアーに負けてた。ヌゾプリか。いや OTK はな、ちょっと考える。考えさせて。そうだな、考える。90パック。俺こっちアジアサーバー、次のさアドベンチャー課金したくないんだよ。ちょっとアジアサーバーは、これちょっと貯金させて。ちょっと今日これで
今日は、ミルローグ、残念ながらありませんでした。明日はね、本当は俺ね、水曜日は、心を癒すために、アリーナの日って決めてるけど、まあ、今日、サボったから、明日ももしかしたら、明日はな、もしかしたらやるかもな。なんでそんなゴールドがあるのか。こっちはあれ、いろいろあって。話すのないけど、いろいろあった。プリ湧きやすい。考える。今日は終わります。どうも、ありがとうございました。一晩寝て考えます。